チェリーです。今回はこちら、五等分の花嫁ポップアップパレード中の四つ葉、これで四体目でございます。まあね、同時期にいつきも発売されたんで、いつきちゃんは次回というか、まあちょっと後に、ちゃんとね開封させていただきますけど、今回は四つ葉ちゃんいきますよ。まあポップアップパレードはね、発売が基本的に早いんで、もうすぐ揃いましたけど、ばっくりですよ。まあほんま透明感ある箱で、そのまま置いとってもいいですよっていうぐらいのフォルムにはなってますね。じゃあ早速ぎっちり回していきます。それでは手元で見ていきます。ポップアップパレードは特に分解されてるところもなく、台座と、本体のみっていう感じですかね。なんか引っ張ったりしたらどっか取れへんのかな多分もう一体型でしょうかね。表情いかがでしょうか。どう、正直まあまあ可愛いような気がするんですけど、うん。まあ前髪がもうちょっとこう表情見えやすいようにしてくれればよかったんかな。どうなの、若干目が離れてるような気もするんですけど、普通に可愛い。リボンもねガツンと、まあ色はちょっと薄めですよね。うん、コトブキアの方がやっぱり濃いくはなってました。でこっちのリボンはやっぱ上のリボンと色ちゃうんやね。まあ、スカートももうなんか3色とも全部違うような気がする。どっちか言うたらこのリボンとスカートが同じような色感なんですけど、でセーターがねクリーム色。あーやっぱちゃうね、メーカーによって面白いですよ、そういうの見るのも。あ、全然ちゃうわ色。リボンのところの柄もねしっかりちゃんと描かれててええ感じですよ。足は結構細め、まあまあフィギュアが本体もねちっちゃいから細くもなると思うんですけど、かなりスリムな感じ。うん、スリムボディになってますね。ただおっぱいだけはもうほんまにボッコボコ。この顔でおっぱいでかいってなかなかいないですよね。まあ、全国探したら山ほどおるんかもしれないですけど、人生勝ち組の体してますもんね。で、ソックスも、まあまあ、グラデーションは特になく、一色の紺色になってて、ローファーもちょっとテカリのある感じ。まあ、これも一色な感じですよね。で、問題ですよね。おパンティ、やっぱり見ていかないダメじゃないですか。あ、バトンタッチかこれ。ああ、なんかバトンを求めるような感じ。まあ、おパンティ見ないでっていう感じなんかもしれないですけど、もう強行突破。ゴーンと。マッセロ。ちょっと食い込み気味？見えるかな？ちょっと待てよ。えらいこっちゃ。パンツになった途端、ちょっとカメラもね、国語と性格が同じなんで、ビクビクするタイプなんですよ。ピントが合いよらへん。ちょっと、ピント合ってくれやん。まあまあこのちょっとぼやけた感じで見てください。モザイクかけてると思っとってくださいね。うわぁ、まあ、割と際止め。まあほんまポップアップパレードに関しては全員白で統一されてるんですかね。ちょっと四つ葉だけ一人違うのみたいなあったら面白かったですけど、白パンティは十分ですよね。ちょっとなんか今パンティ見てたらね、傷跡を見つけましたよ。この右足のふくらはぎのところにシャッと縦線入ってますね。縦線かな、これ塗装のなんかがついてもうたんかな。まあ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 あんま分からへんかな。いいですわ。で後ろ姿はこんな感じ。あ、やっぱり髪の毛は
上から下に向かってこの下の2割ぐらいがオレンジ濃くなってますね。セーターの色はこっちの方が好きかな、ことぶき屋に比べると。うん、まあことぶき屋もね、あのシワ感とかもすごいし、あのグラデーションとかもね結構あって面白みあったんですけど、まあこの落ち着いた感じの目に優しいような色が俺は好みかなって感じ。うん、でまあ肩とかのこのシャツの部分もねバックリですよ。ちょっとまあこの辺だけはギザギザっとなってるけど、まあ表から見たら十分じゃない？ねえ、めちゃくちゃ可愛い。あ、どう？あ、これ一番可愛いかも。毎回毎回開けたら一番一番言いますけど、冗談抜きでポップアップパレードのこの5等分の中でやったら一番可愛いとは思いますよ。で、これをがっちりはめ込むとどうなんのって。なんか上空から見ても分からへんけど、うわー、なんかやっぱこの題材いいですね。可愛らしい。ちょうど飾りやすいサイズ感になってて、この角と角でねしっかり合わせていくと綺麗に並ぶんじゃないんかなっていう感じの台座のデザインですもんね。うわー、ちょっとどう？すっごい気に入りましたよ。あんまり髪の毛に関してもアラもなく、割と綺麗な感じに仕上がってるような気はしますかね。このピースもなんかあどけない感じ、ちょっと下手くそピースですけどね、可愛らしいフィギュアになっておりました。はい、いかがでしたでしょうか。今回ポップアップパレード4人目の四つ葉でしたが、5人目の五木もね待ち構えておりますので、そちらのレビューも楽しみにしておいてください。それではまた次回お会いしましょう。